今、あなたの意識の中で起こっていることは、恐怖を伴う行動から自信を持った行動への変化です。この時代の嵐の真っただ中、人々の自信が日々損なわれている局面で、あなたは立ち上がり、自信と力を身につけることができます。自分自身を超えて成長しよう。物事は展開し、変化し、アセンションは力と勢いを増し、人々は立ち上がりつつあります。この時間をマスターするということは、出来事を通して成長し、この時代に正気を保つということであり、自分自身と愛情を持ってつながり、神と力強くつながるということです。今、新しい時と新しい時代のための大きな杭が打ち込まれています。今、光に満ちた未来のための基礎が築かれ、今、人々は自分自身を超えてきます。真の人間の時代、そして、神が人々に恵みの宝を注ぐ時代が到来しました。人間は自己決定の力を取り戻します。そこで私たちは、現在と未来を決定するテーマに到達しました。なぜなら、あなたの力を行使することによってのみ、大いなる変革をもたらすことができるからです。自分が本当は誰なのか、どんな力を持っているのかを認識して、初めて、あなたは現実に根差し、同時に、すべてなるものとつながることができるでしょう。自分の力を活用することは、変化を成功させ、自分が進歩することに密接に関係しています。だからこそ、神の恵みの中での、今日の意識の働きが極めて重要なのです。それは、あなたを決定的に引き上げることができ、あなたの自己イメージを徹底的に修正し、正しい光の中に置くことができます。あなたは、ありのままのあなたになり、あなたは、あなた自身になり、そしてあなたは、あなた自身として生きなければなりません。そうすれば、すべてが正しい方向に進み、すべてが有益な結果をもたらし、あなたは新しく生まれたため、古い世界は過ぎ去ります。権力の未解決の負の側面を見てみましょう。自分の権力に対する恐れ。これは自分の権力を活用する道において、最初に克服すべき最大の障害です。多くの人が、権力という言葉だけを恐れています。過去にそれを乱用し、その結果、多くの不幸を引き起こしてきたため、軽い気持ちで使う方法を知らないからです。権力に誘惑されて、運命的なネガティブな結果を招くことを許してきた人々は、今日、光に満ちた権力を活用することに、最大の困難を抱えています。このような人々は、権力という言葉だけで恐怖に怯え、権力に関連するものは、すべて否定的に、重荷として、高度化されてしまいます。従って、光に満ちた力を、活用できるようになるための第一歩は、あがなわれていないネガティブな権力の問題を、解決することです。私たちは、今日、今ここで、光の力の独自の実演において、この必要性に応えたいと思います。今日、今ここで、自分自身の権力へのアクセスを、取り戻したいと願うすべての人は、今、このことを、光に知らせるよう求められています。これから起こることは、ある瞬間から次の瞬間にかけて、権力という言葉に対して否定的な態度を取ることがなくなり、完全に中立的な見方ができるようになるということです。もしあなたが自分の権力を光に満ちたプロジェクトや善、真、美のために使いたいと望むなら、この解放がその前提条件となります。
権力の否定的側面からの解放、アファメーション。この言葉を口にすればあなたの魂は癒されるでしょう。私、ここにあなたの名前を述べます。私は全ての否定的な権力の側面を解放する用意ができています。私はこの癒しを求めます。この癒しをお願いします。この恵みを神に感謝します。それで全てが達成されます。あとは統合プロセスを待つ必要があります。権力のテーマにおける統合とは、個々のイメージがあなたのエネルギー体から次々と解放されていくことを意味します。そのため、これから90日間あなたを怖がらせる夢のイメージや、あなたを不安にさせる記憶や、またはあなたが驚くような日常生活の反映を見ることが増えるかもしれません。あなたの力強い意図のおかげで、権力のネガティブな側面は90日以内に全て解放されます。その後、あなたは自由になり、自分の霊的な力を再び受け入れることができるようになります。それは全人格として生きるということであり、あなたをあなたたらしめているもの全てにアクセスできるということであり、恐れを最小限に抑え、勇気を最大限に引き出すということです。このプロセスと言葉の後に短い沈黙の時間を設けましょう。この瞬間に気づき、喜びを感じ、天使の力の光と今あなたを包んでいる愛を楽しんでください。一時停止。今私たちはあなたの現在と未来に到着しました。今こそあなたが取り戻した権力へのアクセス、自己認識、自信に責任を持って対処することが重要です。それは空、光、そして目に見えるものを超えて、あなたの運命を形作る神聖な側面に自分自身を宣言することを意味します。次のステップは、空、光の家族、天使たち、大天使たち、そしてアセンデッドマスターたちや神に対して、あなたの力を軽やかに使う意図を宣言することです。力を軽やかに使う、アファメーション。自己啓発のために次の言葉を口にしてください。私、ここに名前を記すは、神聖なる人間としての私の力を、すべての存在の最高の善のために、そしてすべての生命の最高の善のために使うことを宣言します。そしてすべての生命の最高の善のために、私はすべての存在の共同創造者であり、私の人生の創造者です。私は私です。神の全能において。一時停止。この説明によって、あなたは力というテーマに再び焦点を合わせます。力はあなたにとって身近なものとなり、あなたは自分の力を正しく活用し、適用し始めます。ネガティブな力の問題を解放することと力を取り戻すことは、この先90日間手を取り合って進んでいきます。徐々に力はあなたにとって身近なものとなり、力という言葉は最初はあなたの中に中立性を呼び起こし、やがて深い親しみを呼び起こすでしょう。今あなた方の意識の中で起きているのは、恐れを抱いた行動から自信を持った行動への転換です。この時代の嵐の中で、人々の自信が日常的に損なわれている局面で、あなたは立ち上がり、自信を持ち、力強くなりつつあります。それは人が今賛成することを決定できる最も重要な対抗運動です。なぜなら、人間の自信が損なわれ、人間の知覚が操作されることによってのみ、
今日可能なこと、つまり神聖な人間の劣化が可能になるからです。そして私たちは、今日、今ここで、これに歯止めをかけました。あなたたちは、力という重要な問題に、再び焦点を合わせ、集中し直したのです。あなたは与えられた力を使い、この世界における力の乱用を認識するでしょうが、もはや争いに自分自身を巻き込むことはありません。あなたは平静さを身につけ、あるがままを見ますが、もはや自分自身を巻き込むことはありません。生きている人への誕生日、ネガティブなものからポジティブなものへ、不幸にさらされていると感じていたものから、幸福を経験するものへ、恐怖の中で生きていたものから、日々の生活の中で喜びを経験するものへ変わります。あなたの中のすべてが変わり、細胞が書き換えられ、あなたの魂が新しくなり、あなたの魂は、この日を生きている、神聖な人間としての、あなたの誕生日として祝います。今、あなたは、自分の想像力に踏み込み、想像力を取り戻します。今、あなたは、自分の力を妨げていた、あがなわれていない権力の側面から、自由になります。あなたは、権力に悪を帰結させ、権力は、あなたに恐れを植え付け、こうして、あなたの光に満ちた力を、活用することを妨げてきました。今、あなたは、自分の手で、人生の舵を取ろうとしています。そして今、あなたは、自分の人生を生きています。あなたは、光の海に悲しみを沈め、神聖な導きが、日常生活のあらゆる面に働きます。今、あなたは自己啓発し、自己決定し、自信を持ちます。今、あなたが、この一歩を踏み出す準備ができていて、この変容のために、心を光に開いているからこそ、すべてが変わるのです。今、あなたは鉄道鉄尾人間であり、今、あなたは神であり、永遠なのです。自分自身とつながり、そして、神とつながっているのです。自分をさらけ出す、アファメーション。私、ここにあなたの名前を述べます。心を開き、魂を広げ、無限のスピリットと融合します。私は自分自身と共に到着し、神に受け入れられました。純粋な神の意識が地上に姿を現します。この恵みを神に感謝します。このアファメーションをもって、このプロセスは完了し、あなたの力の獲得は最終的なものとなります。この旅に出ることを何年も前に決め、神から自分を切り離し、このような体験に身をさらすことを決めた。この地上を歩くあなた方に、私は深く謙虚に頭を下げます。すべては成し遂げられました。これからの人生は、喜びと知恵に満ちた答えを与えてくれるでしょう。今、あなたはその準備ができているのですから。あなたは贈り物を受け取り、人生を謳歌することができるのです。理由が目の前に開かれ、今あるものすべての深い理解が達成されたのですから。最愛の人間よ、あなたの人間性が世界のすべてを変え、それを力強く使うことが神聖なものを輝かせるのです。道は今、あなたのために示されています。合格印が押されました。神との永遠において、あなたとの親密さにおいて、あなたは自己決定の力を取り戻したのです。魂の癒し、スピリット、霊の英知、ハートの愛、すべてが達成されたのです。私は大天使ラファエルです。